スリーカードラジオ第39回目11月23日放送です。毎週水曜日に投稿しています。スリーカードとは小劇場女優の幾瀬優里、神原明、佐世保奈美の3人組がいろんなことにチャレンジしていくユニットです。もう見なくても言える。すごいじゃん。ハリピみたいな手のポーズしてた。ハリピだから幾瀬さんです。そうだよ。23日ですね。祝日ですね。あー、祝日か。そうだよ、勤労を感謝する日。感謝しろみたいな言われて。感謝してほしいのかい。みんな勤労で働き者だから、ね、みんなってどういうこと？ね、私たちのこと？そう、ね、あー、そうだね、働き者ですね。まあ、スリーカードも含めね、いろいろ働いてますからね。そうだね。みんなお疲れ様です。みんなお疲れ様です。まあ、聞いてる人もね、働きながらやってるしね、多分ね。そうそう、お疲れ様です。ないだろうな。わかんないよ、あるかもしれないんで休んでください、そういう方々は。ほらね、年末に向けてこう忙しさがピークになっていくから、ね、そうだね、本当に忙しいだろうね。忘年会とかもあるしね。うんうん、ね、あるかな、忘年会今年は。あるんじゃないかな、全然。うん、あると思う。こっから流行んなきゃね。あると思う。なるほどね。クリスマスに、お正月にだね。何、内容ないの？さては何も考えてないな。何も考えてない。考えてない。そんな X さん2週間後本番ですけど。あ、そうだね。そんな状態で。はい、大丈夫、ね、大丈夫かな。本当に大丈夫かな。大丈夫かな。ちょっと不安だな。怖いな。大丈夫。はい。12月7から11に、ミックスドックスで鏡の仮面はブラフにてというね、作品をやります。スリーカードでやった演劇したいと同じ劇場でやるんでね、スリーカード推しの人はみんな迷わず来れるね。ね、予約待ってるね。そう、いきなり始まった番宣にびっくり。番宣ってか宣伝。宣伝だったのに。宣伝の流れだったんだね、うん、今ね。そう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 、そっかそっか、上手だったよ。何が？流れを完璧だった。おいし、作ってない作ったつもりないけどな。なんか懐かしいな、久しぶりにやった気がする、このラジオ。あ、ラジオね、うん、取りためたりとかしてるからね。そう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 、うん、いや、そうかもしれない。喋ることだよ。絶対になっちゃった。そうね、なんか全然すっからかんなことをずっと言う、うん、クリスマスとかね、ハロウィンとかね、みたいな。ふわふわふわ。イベントごと言うだけの女になる。そうそうそう。もうイベントごと言うだけの女。そう言ってる幾瀬さんが着てるお洋服が猛獣のロゴが入ってるから。可愛いでしょ。私はそれが気になって仕方ない。これ可愛い。ハロウィンって書いてあるのかと思った。今ちょうどハロウィンの時に撮ってるんですけど。猛獣ってね、猛獣マジで、そう、これかわいい、かわいいでしょ、似合う、ありがとう、書いてある、後ろもね、なんか書いてあって、まあ、みんなには今見せられないんですけれど、なんて書いてあるのこれ、なんて書いてあるの、デンジャーズアニマルズ、デンジャーズアニマルズ、猛獣ってこと、私、危険生物ってこと、危険生物アピール、最近買ったの、これはそうね、もらったやつ、とても似合っているわ、そう、ね、ありがとう。嬉しい。疲れ果てている。疲れ果てている、ね。なんかね、今日すごい疲れてるな。なんでだろうね。ねえ、なんか大変そうやよ。何もないよ。歌えちゃったからもう終わりです。歌っちゃいましたね。どうする？今日はじゃあ、まあ疲れてるしね、こんだけ話しててもしょうがないから、ガチャ、じゃあガチャ引こうか。ガチャガチャ。はい。私がどうしても克服できないこと。克服できないこと。ありますか？プリン。嫌いなもので言うなら私パクチーだな。まあ同じく、同じくパクチーは克服はできない。どうしても克服はできないよね。うん、食べ物以外だと何かあるかな。なんだろうな。虫。ああ、そうね。虫はそうかも。ああ、確かにどうしても克服はできないな。ムカデダメなんだよね、私。ムカデダメ。足多いの無理。うん。うん。足多いのと不規則な動きする虫嫌い。うん。拙速。そう。いやー、ダメだね。あやもうダメよ。中身がダメということしか言ってない。頭上からムカデ降ってきたことはあって、上からダメになって。私もね、そう、月刊の少女漫画の雑誌あるじゃん。あの大きいやつ。あれ上からバーン降ってきて漫画の上に。あ
サッて落ちた時落ちた時あって、それでもう勢いでバーンって閉じちゃって、うわそのまま見えないじゃん本の中でさよなら読めなかった読めなかったさよならだ、うわそう、それからもうダメダメ、あそうなんだ、中ではダメだね、あすごい、私あれがお菓子作りかな、なんでど下手、あの計量すんのしないのよ、計量しないの、それダメだよそうじゃあ下手とかじゃないよそれすればいいんだよ、物ぐざなんだよ、うんうん、なんか待ったりとかするのがすっごい苦手だから、うんうん、なんでお菓子作るのじゃあ作るだから克服できないから作んないもん、うん、もう作んないのっていう、もう作んないの、それ言ったら私あれだよ、パスタは一生苦手、なんで、なんかね、どういう風に作ってもまずいパスタしかできない、なんでなんでだろう不得意料理唯一の、あそう、うん、ねえ、どんなパスタ、私は、うん、上手、エクセさんのパスタ美味しい、あそう、この前食わせたんすか、あそっかそっか、美味しい、いや全然測りゃいいだけだしなと思うけど、パスタは克服できるぞ、そうこれ意気込みぐらいよ、克服意気込み意気込みがあれば克服できる、それはもうなんだその顔は、渋めの顔してるな、エクセさんが物臭なことが分かったところで次いきますか、はい回すぞ、ポチー、私が思わず泣いてしまった瞬間、あなたはしょっちゅう泣いてそうね、そうね、私はしょっちゅう泣いてるし、めっちゃキンキンだったら昨日とかだすね昨日とかだすですね、あ、まあ、ちょっとラジオ撮ってるところが31なんですけど、30日まで本番がありまして、コメフェスというね、うんうん、コメディフェスティバルでそう賞が取れなかったのがありまして、そこでもうもう悔しすぎて、ううって、なんか泣いてると悔しいから、それも、うんうんうん、すごいめっちゃ目に溜めて我慢してました。わ閉会式の時に、ね、そうなるほどね、そういうことがありましたね。なるほどね。思わず泣いてしまう瞬間、ちょうど本当にこんな感じ。うん、なんかある？でも私なんか感極まって泣いちゃうことが、怒りすぎても泣いちゃうし、うんうん、なんか。なんだろう、悲しすぎても泣いちゃう、わかる、なんかキャパオーバーした瞬間にすぐ泣いちゃうから、わかる、すぐ泣いちゃうから、なんかこの前自転車乗りながら一回その午前中あたりに友達と一瞬喧嘩したのよ、うんうんうん、でなんか片付いてんだけど、なんかムカムカが収まんなすぎて、うん、自転車乗りながら泣きながら、なんかあの国道の国が斜めってることにキレてた、泣きながら、あ、なんかツイッターで言ってたやつだ、あれ泣きながらキレてた、あ、そうなんだ、なんで斜めっちゃったこれが奥だって言って、その状況があのすごい俯瞰してる役者育成が、うん、あのめっちゃ笑ってて、なんだその状況って思いながら、うん、その後めっちゃ笑った、うん、なんかある、アキラは、私はね、いやなんかあの今までも何回もその思わず泣いてしまう瞬間なんだけど、泣いてしまったっていう直近っていうよりは、うん、毎回なんか過去のことを遡って、あの時は大変だったね、よく頑張ったねって言われたらほっとして思わず泣いちゃう、どんな状況でも、どんな状況でもなんかしんどかったね、頑張ったねっていうのさ、今は別に辛くないけど、あの時自分が辛いとも思ってなかったけど、そっかしんどかったんだな、ほっみたいな感じでバッて泣いちゃう、あそうなんだ、まあ、なんか認めてもらいつつしんどいっていうのも分かったから、それでほっとするのかな、そうそうそう、だからこう緩んだ瞬間パッて 出ちゃうかも、モラシみたいな。やだやだやだよ。緩んだ瞬間出ちゃうっていうだけ聞くとモラシみたいな。確かに。やだな。やだな。涙のモラシで。涙のモラシでしたね。そんな締めくくり。最近のマイブーム。急に次のやつ来るじゃん。あ、いいんだよいいんだよ、そういうもんだから。最近のマイブーム？まあ、この前言った気がするな。なんだろうな。最近だからまた変わってるかもしれないからね。麻雀。麻雀始めたの。マイブーム。本当。やり方分かってきた？分かってきた。本当。そう。何アプリでやったりしてるの？そう、アプリと、うん、あの人に教わりながら。誰だ、いいの？そんな教えてくれる人がいるの？そう。いいね。うんうん。なんか普通に麻雀のお友達とやったり、こうネットでなんか通話しながらやったり。へー、麻雀やってるんだ最近。そう、ジャンハイとかそこにあるよ。あるの？あるよ。やろうね。マットがないからマット買えばできるうちで。スリーカードでもやろう。やり方わかんない、やり方わかんない。私も初心者。
ちょっと点数計算できるゲストがいないと無理だね。そう、点数計算できるゲストを呼んで麻雀をやろう。誰かいる？知り合いに。いっぱいいる、いっぱいいる。あ、本当？いっぱいいる。じゃあ一個呼ぶか。そうしよう。そうしましょうね。やった。私は最近スプラトゥーンかな。ああ、なんかやってる、買いました。新しいやつ？新しいやつ買って。面白い。なんかさ、あれさ、新しいやつのでさ、オンライン対戦するとさ、他の人が強すぎてみんな元の2とかに戻っていくっていう話知ってる？え、知らない。あれか、腕前のやつで。あ、そう腕前全然やってないから。あ、そうなんだ。縄張りバトルばっかりやってるから。なんかその、測ってないまだ、腕前を。うん。いいな、スプラか。いいよ、私は何やってる、何使ってそう、アキラが何使ってるかめっちゃ聞きたかったな。ガロンと、うわ、ガロンか、ローラー、コーラ、ローラ、ローラ、あ、ローラは絶対そうだと思う。なんか大雑把にベチャベチャできるやつをアキラは絶対選ぶって言うんだけど、ガロンはめちゃくちゃ意外、なんかあの、強い銃みたいな、必殺銃みたいな、そうそう、2回当たったら死ぬ、そう、なんか攻撃力がめっちゃ高い銃みたいなのがあって、なんかでもあれブレるよね結構ね、うん、だから強いやつを使ってて、私はスコープ使ってる、スナイパー使ってて、そういつか絶対にやりたいって思ってた、いいなー、ちょっとやろうよ、やりたい、スイッチ欲しい、結構面白い。本当に初めて、そのスプラトゥーン初めてだけど3から、うん、でも全然面白い、面白いマジ、なんか弱くても、ね、やだやだってなんない、なんかストーリーモードとかあんの？ストーリーもあるけど、あ、そうなんだ、ストーリー別にそんな面白い感じではない、で、まあ、果てしない、なんか結構思ったより長い、長いんだ、私これぐらいかなって思ってたの、全然最初の、ね、チュートリアルみたいだったんですけど、え、こっからなの？みたいなのがあったりとかしたりはしたけど、普通に縄張りバトルっていうのが、その塗りどちらが多く塗れたかみたいな、うん、あ、よくあるね、そう、うん、それが私はすっごい好きでずっとやってる、腕前はやってないだからなるほどね、ちょっといつかスイッチを手に入れるんだ、やろうよ、本当に通信普通にやりたいから、ね、やってほしい、通信でゲーム実況とかもおもろそうだしね、いや全然おもろそうだと思う、うん、うんうん、何人か今ハマってる、私、うん、マイブーム、うん、マイブーム、うん、え、なんか企画にハマってる企画、うん、一日店長とか、あ、なんかまあスニーカーでなんかするとかもそうだし、ミクドクでなんかしようかなっていうのもふわって考えてたりとか、うん、なんか人がたくさん、人と人とがつながる瞬間がすごい快感になってきて最近、あ、なんかね、そう楽しい、だからなんか知らない人と知らない人を合わせたりするのすっごい楽しいなと思って、うん、でもそういうの好きそうだもんな、そう、うちに誰か呼んだりとかもなんかね、うん、やってたりとかした、うん、なんかそのみっちゃんとか、ああ、ね、ジャズとかね、誘ったりとかして、うんうんうん、あ、すごいよ、めっちゃいいことだよ、遊ぶの好きもうそ大事だよ、遊べるうちに遊んだ方がいいからね、ね、うんうん、いいことですね、そんな感じです、はい、はい、じゃあラストかな、そうだね、ラストぐらいかな、みんなでゲームやりたいね、いや、我が家で起きた珍事件、珍事件、我が家で起きた珍事件、なんだろうな、なんかある、すぐ、なんか実家であったことなんだけど、うん、昔ね、なんかうち結構玄関をがガバガバで、あ、なんで開いてることが多いのよ、うんうんうん、で猫とかお散歩行ったりとかしてたんだけど、なんか帰ってくるかなと思って玄関開けっぱなしにしてたの、なんか外散歩行って勝手に帰ってくるような子だったのね、うんうんうん、で2階で洗濯物をして下に行ったら野良猫入ってきてて、おーおー、うん、カマキリと喧嘩してて、えお家にカマキリ、野良猫、うちの猫みたいな、なんかすごいなんか三つどもえみたいになってるの、珍、うん、事件だと思って、やめなさいやめなさい、ほら、まあ、お前たち外出てカマキリもって言って、カマキリと野良猫を追い出したことはあります、あはは、あれは珍事件でした、おもろいね、うん、鍵閉めてないこと多いよね、育瀬さん、あ、うちは、うん、今一人暮らししてるうちは、うん、人が来るときだけ開けてる、あ、そうなんだ、うん、うちは閉めてる、大丈夫、安心して、よかった、いや全然鍵の感じないもん、うん、ガチャって入ってくるもんね、うん、もうお邪魔しますみたいな、そう、鍵かかってないこと前提で入ってくるもん、私、うん、あの人が来るときは開けてる、なんかピンポン鳴らすのどうしたらいいんだろうみたいな、みんなタロタロしてる、
そうかな。そうでも私は結構なんかピンポンしていいのかな、隣さんに迷惑かなってとなんないよみたいな、あでも LINE 見てなかったらどうしようみたいな。ないよ、家なんだからピンポンすればいいじゃん。ピンポンは鳴らすものだよ。開いてるよって言ってる、開いてるよっていつも LINE してる、最初に。そうだよね、最近でもスリーカードは勝手に入ってきますよ。勝手に入ってくる、だって開いてんだもん。開いてくる。なんならただいまって言って帰ってきちゃう。そうだよね。珍事件、珍事件、いやまあ実家とかになるね、やっぱりね、実家がまあ自分ちも珍事件あるにあるけど、なんか見たことない雲が現れたりとかするけど、見たことない赤い雲が現れたり、この前したけど追い出して、で実家だとお父さんとお母さんが知らないうちに、あの事務事務なんかこうなんだろうな、漕ぐ自転車漕ぐなんか機械みたいなのあるじゃん、うん、あのジムとかに置いてあるような、うん、あれが家にあって、気がついたら、うんうんうん、で、あーあるなって思って、なんかテレビ電話とかであるなって思って、でその次に実家帰ったらなんかそれがなんかハンガーかけみたいになってて、なんかもう取っ手のところにハンガーかかって、なんか服とかかかってて、うんうん、洗濯物とか積んであって、何やこれみたいな、うんうん、使ってないんかみたいな、なんかね壊れちゃったんだよねって言ってて、うん、マジで1ヶ月2ヶ月ぐらいで壊して、なんか珍事件じゃないけどそういうことが多い、なんかうち変わったことが多いから、お母さん笛吹いたりするし。そのエピソードよく聞く。そうだから珍事件っていうか、まあ、珍事件が当たり前な生活はしてる実家はです。うん、どうですか、ね、は私は特に変わったことは思い浮かばないけどな。あきらちゃんが珍事件起こしてそうだもん。まあ確かにね、変わったこと気がついてないのかもしれない。あ妹ちゃんが一番受けてるかも、珍事件。ああなるほどね、うん、はあなんだろう、まあ、何にも分かんないや。うちはよく人が集まってパーティーをしますが、そのなんだろうな、あはあ、そうだ、あ今の家じゃないけど、うん、前の家の時はなんかよく珍事件あった。隣にあのスペインの女の子が住んでて、うん、結構人が集まってパーティーみたいな日があったりとかして、うん、どんちゃんやってたりとかしたから、なんかうちの部屋もパーティーするから、なんか交代制でパーティーしとる物件みたいななってました。あすごいな、パーティー物件だ。パーティー物件だパーティーするのすごいな。欲しいねパーティー、ね、大好きパーティー、はい、そんな感じですね、うん、はい、じゃあ今あと2週間ですが、 X さん頑張ってください。頑張る、練習まだ間に合いますので、まだ間に合います、はい、ご予約お待ちしてます。ご予約もイクセさんも間に合いますので頑張ります。はい、うん、はい、ではまた次回も見てね、バイバーイ、バイバーイ。